おはようございます。黒三つ葉です。ということで、今回はですね、結構衝撃的な内容がモンストに追加されたので紹介していきます。それがこちらですね。はい。この女なんですけど、グランディオーソと名を言うらしいです。で、こいつの入手方法がですね、かなり面白くて、爆絶ですね。爆絶ノービレっていうクエストが今日から降臨したんですけど、こちらをクリアした際に一定確率で出現するステージ、そちらから入手することが可能になってます。で、まあ普通のエクストラステージ、例えば白亜だったりとか刹那だったりみたいな感じで、クリアした際にそのままクエストに挑戦しますか、はい、いいえって選ぶ形じゃなくて、まあエアだったりとかね、あとはダイナみたいな感じで、一回ステージの外に出て、1日間降臨しているそのクエストを一回挑戦できますよっていう権利が与えられるっていう方式でした。で、まあクエストの方はね、オニキスとケットシーかな。これが一番良かったですね。まあ特にケットシーが、まあ本当に超バランス型持ってるし、そもそも重心高いでね。で、あとは底力とか、SS もめちゃくちゃ強かったりとかしたので、まあ基本的には、まあケットシーを多めに積む。で、ケットシーのコネクトスキルの超ダメージウォールを発動させてあげるために、まあオニキスだったりとか、まあ、ラッキーリザー発動するんだったら運枠とかもね、積んでみてもいいんじゃないのかなという感じですね。まあ基本的にケットシー中心にパーティー組んでいくっていう感じかなと思います。で、まあ気になるステータスの方がこんな感じになってます。まあキャラ性能としては別に相対したことないんですよね。別にそんな特別めちゃくちゃ強いキャラかって言われたらそうでもないと思うんですけど、ちょっとね、いろいろ注目してほしい点がありまして、まずはこれですね。これからいくとちょっとややこしいな。まずは最大レベル見てください。最大レベル120になっております。まあこれちなみに、レベルの章を解放したから120になってるんですけど、そうですね。このキャラ重心化扱いになってます。あとはストライクショットのターンも20ターンプラス4ターンっていう2段階方式、まあ重心化の特徴ですねになってますし、友情コンボのね、副友情コンボの方も威力がね、通常のメインの威力と同じになってます。で、まあなんかね、ちょっとワクワクの身に関してはバグってるのかなと思うんですけど、英雄の証なしになっちゃってますね。まあおそらくこれは、図鑑登録されてないからかもしれないです。まあ後日多分修正されて2個身が付けられるようになると思います。で、さっき英雄の章つけてみようと思って試してみたんですけど、まあそれもね、今はちょっとつけれなかったみたいです。で、まあさっきも言った通り、このグランディ要素が強いっていうわけじゃなくて、重心化の降臨キャラが、豪絶と、まあ一部のコラボ以外で手に入るようになったっていうのが、マジででかいです。まあ、正直今の時代って降臨キャラ、まあ確かにね、進化神化のキャラの中にも、まあ全く使えないわけじゃなくて、一部使えるキャラはいると思うんですけど、まあ、正直物足らない。やっぱ重心化のキャラは線形解放もできるし、ワクワクの実もね、2個つけられるし、副友情コンボの威力も下がらないしっていうことで、もう全然重心化の足元にも及ばないんですよ。どうしても制度上。なので、そういった中で、新しくね、降臨キャラの重心化のキャラが手に入る道として、爆絶のエクストラっていうのでね、手に入るっていうのは、めちゃくちゃいいシステムだなぁと思いました。だから今後もしかしたら、今までの爆絶だったりとか、超絶、それこそイザナミのシリーズだったりとか、アバロンのシリーズだったりとか、ああいうところにひょこっとね、エクストラステージが追加されて、まあ、そこのキャラが重心化っていうことも全然あり得るんじゃないのかなと思いますね。いや、本当に超絶以上のエクストラって今までなかったので、マジでね、待ってたので、本当にこれは期待持てますね、今後。はい、ということで、ひとまず二雷化内で使ってみようかなと思います。まあ、あれだね、本当は近畿の30とかね、来てたらやりたかったんですけど、まあまあ来てないので、今近畿がね。まあ、こいつは仕方なくちょっと二雷化内で友情コンボの強さでも見ようかなと思います。まあでも正直、まあめちゃくちゃ友情キャラで重宝するかっていうとわからないし、殴りキャラとしても明確な使い道がね、今、あれだもんね、本当に近畿の30ぐらいしかないので、でまあしかも降臨キャラとしての妥協枠になっちゃうのでね、まあちょっとあれかもしれないですけど、まあまあ全然ポテンシャル的にはね、やっぱ重心化っていうだけで格が一つ上がりますからね、キャラとしての。だからまあ今後全然期待持てるキャラじゃないかなと思ってます。でも友情も別に弱かないね、普通に。普通に強いわ。友情ブースト持ちのソロモン友情だもんね。うん。まあ中央弱点にはやはり刺さるって感じですね、この友情コンボは。いやでも本当に嬉しいな、これ、マジで。マジで、
マジでアバロンとかにも追加してほしい。やっぱこういうのだよね。こういうの俺待ってたわ、正直。別にガチャがいくら多くてもよかったんだけどさ、やっぱね、なんかこういうワクワクドキドキするモンストっていうのもやっぱやりたいしさ。そうだよね。だからこういうのが追加されてなおかつガチャも増えるだったらいいんだけど、こういうのがなしでみたいなちょっと形だったじゃん、この前まで。まあそれこそ本当にガチャだけのねコラボだったりとかそういう感じしたから、まあまあこういうのがどんどん増えてってほしいですね。やっぱやってて楽しいしワクワクするよね。やっぱ取るまで性能がわからないってもうこれほどワクワクすることないからね。まあ昔モンストねそれが当たり前だったんですけど、なんか結構ね解析サイトとか流行ったタイミングでもう先に出されちゃうならもううちで出しちゃえみたいな感じで、まあ今だったらね、まあ使ってみた動画とかも上がっちゃうようにね、まあ事前にそのキャラ性能がわかる、撮る前からわかるっていう状況になってるんですけど、やっぱり撮ってみてキャラ性能わかるっていう方が個人的には好きなのでね。まあクエストギミックとかはね多少わかってもいいのかなってのはあるんですけど、まあ厳選とかそういう兼ね合いもあるし、だけどこのなんだろうな、キャラ性能に関しては極力ねなんか伏せといてもらえると嬉しいなとは思いますね。やっぱ撮ってからのお楽しみっていうのが嬉しいかな。いやーまあいいよね本当に。でもなんだかんだ言って大号令持ちだもんねこれ。でも今大号令ってさ結構価値落ちたよね。昔やっぱ大号令って言うと、まあ、昔っつってもめちゃくちゃ昔だけど、それこそルシファーとかね、クシナダが猛威振るってた時代の大号令って言ったらもう神だったじゃん。もうめちゃくちゃな神だったけど、もう今大号令って聞いてふんそれでって感じだもんね。正直今大号令使うぐらいだったらネオの友情飛ばしてた方が強いもんな。まあ、だから倍率もちょっと楽しみだねこれ。もしかしたら倍率ぶっ壊れてるかもしれないし。そうそう、大号令ってね結構キャラによって倍率違うんですよね。まあ、昔のキャラで言うと、例えばクシナダだったら自身のスピードのアップがめちゃくちゃ多い代わりに味方のキャラの倍率、攻撃倍率だったりとかスピード倍率がそんなに高くないって特徴があったりとか、あとは蓬莱、蓬莱は逆に自分のね倍率が低い代わりに味方の倍率が高いよっていうキャラだったりとか、まあそういう感じで大号令もね倍率結構バラバラだったので、まあちょっとこれ早めにね1段階目2段階目見てみたいですね。さて、いやーでもやっぱ重心化って熱いね。もう今の一番のモンストの問題点そこだと思ってるからさ、もう降臨キャラがほとんど使えないじゃん、残念ながら。使えないっていう言い方すると悪いかもしんないけど、せっかくさ、いろんなキャラのいいイラストがあったりとかさ、いいね、キャラ設定があったりとかするのに、もう全部重心化のキャラってか、まあ、豪絶のキャラじゃん。人権と呼ばれてしまう運枠は。だから、もうちょっとね、その、進化神化にもスポットライト当たるような形になってほしいし、まあ、それこそ、それがちょっと難しいんだったら、まあ、1個のイベントクエで、まあ、1体重心化のキャラ、今の激究極のポジションみたいな感じで出てくるとね嬉しいなとは思ってたから、まあこういう形でね、まあ今回は爆絶のエクストラって形だったけど追加されていくのはすごいワクワクしますね。でもこれどうなんだろうね、なんか個人的にはおそらくステージじゃないわ、シリーズを通してだと思ってて、今回のノービレだっけ、名前ちょっと忘れちゃったけど、ノービレかなんかにだけ特別に出現するキャラっていうわけじゃなくて、多分今後このシリーズ戦慄シリーズがどんどん出てきて、まあ、そのキャラたちでも、まあ、このグランティオーソ、名前別に分かんなかったわけじゃないからね、しっかり分かってたけどちょっとね、グランディオーソが、まあ、登場するって形になるんじゃないのかなと思ってるんですけど、まあ、どうなんだろうね、まあ、各ステージだったらそれはそれで嬉しいんだけど。まあ大変だよね。あ、こいつはなんか実装タイプなのかな、ちょっと重力割合って分かんなかったな。あ、でもヒーリングオール全面に貼るんだ。あ、全てにだね。だからそれは結構いいかもしんない。回復量どんなもんだろう。あ、薄っ。線だけか。まあ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 、でもだよね。今1段階目だもんね、確か。2段階目は多分回復量も上がってんじゃないかな。ああ、よかったよかった。この痛いレーザー耐えれたわ。ああ、よかったよかった。ちょ、これ耐えれないかなと思ってちょっと心配だったんですけどね。なんとか耐えれましたね。いや、よかったよかった。
うん、まあまあまあ、でもやっぱいいんじゃない、何がいいのかな。でもあれボールいいよね、ボール俺すごい気に入ってるこのキャラ、なんか神々しいし可愛さもあるし、めちゃくちゃイラスト好きだわ。あ、なんでさっきあんなに4ターン SS、4ターン、さっきじゃないね、さっきは何もないもんね。なんか SS ターンがね、やたらとたまりやすいなと思ったら、あれだね、SS ターンチャージ持ってるんだ。だから、3体目、触れた3体目のターンを2ターン減らしてくれるので、すごい SS の回転もいいね、これはね。うん、別に弱い点全くないな、これは。普通に。別に、使うところも、あんまりね、その、降臨キャラだからっていうところを除くとあんまりなさそうだけど、まあまあ、別に、ね、今後、減速壁のところとかでは足早く使えたりとかするし。知らなーい。知らなーい。なーも見てない。全然、いいキャラな気がしてきた。ストライクショットってまあ感じですかね、このキャラに関しては。うん、まあ、あの30の極キャラいなくてアラヤ取れなかったよって人はね、ぜひぜひこいつ積んであげるとすごい楽になると思うので、1体確保してあげてみてください。ちなみに自分は1回で5体落ちましたね。うん。なので、結構運極も作りやすい感じだと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。